はい、えー、どうもすいません、えー、今日はですね、まあ、いつも読書読書って言ってるんですけど読書シリーズでですね、えー、たまにこの録音したいいと思いますそれでですねあの前から言っててですね子どもの本ってですねあ,のこうなんあるんですけどいろいろあるんですけどあのひらがなが振ってあるんですよね。それすごく いい,いいですよね, <laughs> いいですね、えー、それで今借りてきたんですけどモーツァルト、えー、モーツァルトですねモーツァルトこれをね「えー、これ天気を」を、えー、ちょっと、まあ、前にもいっぱい読んだんですけど、えー、もう忘れちゃってるのでまたこうあとこれですね「名探偵コナン」これ,これいいですねこれちょっと読んでみたら。 『名探偵コナン』の小説これはいいですねこれねアニメで見てるからもうすごい読みやすい読みやすい <laughs> はいえーそれでですね今日はですねえー、これ新「新現場大戦14巻」ですねはいえー、これをですねちょっと今読み終わったんですけど えこのですね、73ページにですね、これ私ずっと言ってきてるですね、長い間言ってきてですね「電気ではない新しいエネルギー」ってね「電気ではない新しいエネルギー」ってずーっと言ってきてるんですけどねそれが沖縄の大学とかですねえ政府もあのえついに言ったんですよね。それ前動画撮ってあるんですけどえどこにどっかに検索すればって。 出てきますかねえそれでこの73ページにね平井和正先生ですねこれはですね「新現場大戦14巻」はですね、えー、1986年2月15日初摺りになってますね。えですから、えー、まあ南へ足立さんってずっと言ってきたんですけど。 こんな遥かですね、昔からですね、まあ、宇宙戦艦ヤマトの波動法もそうですよねこれもずっと言ってきてるんですけど、うん、あの波動エネルギーですね波動エネルギー、えー、で波動まだ波動エネルギーってものをですね馬鹿、えーまあ、にするっていうかですね、まあ、そういう方もねたくさんいると思うんですけど、うんえーねまあ、宗教だっていうかね、うん あのただねあの二重スリット実験とかね量子力学ですねえそういうのもねいっぱい動画出てるわけですしね、えーえーまあ、目に見えないものは存在するわけですね心とかですね、うん、電気も目に見えない、まあ、見える場合もあるか、うん、目に見えないものいっぱいありますよね、うん、空気とかですね、えー、いっぱいあると思うんですけど目に見えなくてもですね 存在してるものはいろいろあるわけでございまして、はいえー、でこの73ページにですねで「電気や原子力はエネルギーとして原始的な形態である」はい「電気や原子力はエネルギーとして原始的な形態であると」とこの1986年2月15日、えー、これが。 本が出た日ですのでそのはるかもっと前からまあ、これはできてたわけで平井一正先生の頭の中にはもっとはるか前からですねまあどのぐらい前かわかんないですけどこういった知識がですね、えー、入ってたわけでございますね。はい、えー、ですから、うん あのいろんなことがですね、えー、もうはるか前からね、えー、手塚治虫さん先生のですね、えー、サンダーマスクとかですね、えー、あ昨日はな昨日なんて言いましたっけね <laughs> まあ,あーハーロックでねハーロックねハーロックで金に価値はないって昨日ね昨日もおととも、えー、録音してますけどもねずっとね、えー、今日はしないですけどもはい。 えー、そういうことでですね、えー、はいこのぐらいでございますはいそれとですね、えー、これマイナンバー保険証がなんかうん、えー、これは記事を書いてきますね、えー、も <laughs> なんでカラップリッわずか3秒って書いてありますねはいそれからですね今話題のこれ話題のこれはあのクレオさんって方ですけどはいえー、月面 探査機、はい、SLIM が着陸成功ってね <laughs> こ,れこれが話題なんですけど「金のアルミホイル貼り付けて乗り物」って書いてあって <laughs> まあこれだけですね、えー、宇宙詐欺ってですね、えー、多くの方が言ってる中でですねまだこんなのがね出てるという。 だけどそのねヤフーのコメントとか見るとですねおめでとうとかねいっぱい書いてあるんですよねあの面白いなぁと思ってねうん保冷金のアルミホイル貼り付けた乗り物これこの言葉あのと書いてみますねうん別に問題ないと思うんですけどね YouTube さん的にはね、うん、はい。 ええー、このくらいでございます。はいはいえー、また読書シリーズですね。えー、名探偵コナンぜひですね。えー、図書館にあると思いますので。はいどうもすみません失礼します。